本日紹介するのは17年ぶりに映画出演が決まったタレントでグラビアアイドルの磯山さやかさんです。1983年10月23日生まれ、茨城県出身。身長155センチ、バスト88、ウエスト60、ヒップ86、カップ数は F カップです。磯山さんといえば、ぽっちゃり女子として、ふくよかなボディと F カップバストの絶妙なバランスで人気を誇り、国モデルのキャッチフレーズで有名ですが、その健康的なマシュマロボディの反面、幼少期は体が弱く、学校を休みがちだったとか、また、普段部屋では一番解放された姿になろうと、裸で過ごしているそうです。そんな磯山さんの経歴について紹介します。2001年にフリーエージェンシーのオーディションにスカウトされ芸能界デビュー。デビュー後は、高校時代野球部のマネージャーをしていた経験を生かし、野球番組にレギュラー出演。2006年、セカンドハウスでドラマに初出演を果たし、2008年には出演していた水戸黄門で女優の由美香織さんと入浴シーンを演じました。翌年、コアリズムの企画磯山くびれ大作戦に挑戦し、見事57日目で部分痩せマイナス30センチの目標を達成します。挑戦前に成功したら脱ぎますと宣言していたので、7月発売の女性誌フラーにて公約通りセミヌードを披露。豊満のわがままボディでファンを魅了しました。ただダイエットの影響で少し胸が小さくなったとか、その後メディアへの露出が減少しましたが、2014年アネキャンで国モデルとして専属モデルを務め、ファッション特集クニクニクニットへ肉モデルとして登場した際に、読者からの反響が大きかったことから、ぽっちゃり女子ブームの新たなファッションアイコンとしてコーディネートなどを披露し活動します。現在は17年ぶりに映画愛の小村帰りの主演を発表。磯山さんは今年で40歳を迎えるにあたり、グラビアをどこまで続けるか考え始めていると話していますが、まだまだ違った視点で大人の色気を見せてほしいので、これからも応援し続けたいと思います。このチャンネルでは話題の女優やグラビアアイドルなど素敵な美女たちをご紹介していきますので、高評価とチャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。